はい、皆さんこんにちは。ぎょったまランチェーンです。さあ、いつも私のチャンネルご覧くださってありがとうございます。そして初見の皆さん、はじめまして、私はですね、京都北福知山で金魚ランチュー歌舞伎は鉄道模型で遊んだり、プラモで楽しんだり、バイクに乗ったり、美味しいもの食べたりね、楽しいところ行ったり、いろんな動画の配信をしております、京都の金魚屋彦店長と申します。よろしくお願いいたします。さて、今週の彦店長金魚屋さん日記は第16話、期間はですね、7月を6日土曜日から7月の12日を金曜日となっております。はい、そして今週の動画はですね、第2養魚場の様子から始まりまして、まあ、注文魚のご紹介、ミニカブコアショップからですね、アンタイウスの、ね、掘り出し動画、かわいいおちちゃんが出てきておりましてね、そして店長ね、いつも箱パカでね、バイクをプラモ開けておりましたけど、バイク熱が上がりすぎまして、なんと痛みまでね、ちょっとバイクをしに、行ってきたよというお話など、今週もね、楽しい動画になってると思います。はい、それじゃあね、早速ね、動画の方行きたいと思います。彦店長金魚屋さん日記第16話、スタート。はい、本日7月6日土曜日、さあ今週も張り切って金魚屋さん日記行ってみましょう。さて、今週の日記はですね、土曜日始まりということで、前回の動画ね、金曜日まで店長のね、家電祭りということでね、商品紹介させていただいておりましてね、まあ今日はね、もう店長もそろそろ魚見せてくれ、ランチューどないやってんねんっていう声が聞こえてきますので、今日は第二養魚場のね、このランチューちゃんたちの様子をちょっとザラザラザラと見ていきたいと思います。それじゃあね、こちらの子たちから行ってみましょうということで、はい、いつも登場してくれております自家産卵球今日は3月15日パカッと生まれましてね、今日で、112日目でございます。はい、うかごね、100とか過ぎました。はい、こんな感じです。はい、それではですね、この子たちが今いてる環境のお話なんですけども、はい、いつも言っておりますこちら、1m×1.5m の池に、水深はですね17センチ、そして水温の方はあちら、はい、じゃじゃじゃんじゃんじゃーん、はい、28.1度、そしてこの中におる魚の数は24となっております。でですね、先ほどね、この子たちサイズの方を測ったんですけども、大きさが約 9.5 センチから10センチになっておりました。まあ、魚がね、こうちょっとパッと見た感じも分かりやと思うし、ちょっと窮屈かなっていう感じですね。まあ今言った通りですね、まあ大きさ、10センチということで、まあ生まれてから112日目ですか、今日ね。まあ七夕頃にはね、大きさ10センチぐらいしたら思ってたんで、まあまあ合格かなっていう感じですね。はい、そしてね、今言うたこちらの池とね、こちらの池、兄弟になっておりまして、まあ環境はね、さっきの子と同じようになっております。はい、そしてこちらの池の子はですね、はい、名門和歌山血統、和歌山軍団ちゃんになっております。まあこちらの子もですね、なかなか順調に、いい感じに大きくなってきてるんじゃないでしょうか。どうですか。はい、そしてこちらもですね、名門和歌山軍団になっております。はい、そしてこちらの池の子はですね、自家産卵中京子寺4月27日生まれの子と、そしてこちらお隣も同じく自家産卵中京子寺4月の15日生まれの子たちになっております。はい、そしてですね、こちらね、オレンジのカゴに入っている子たちはですね、私がこう厳選した子になってまして、今からね、本店に連れて帰ってあげたいと思います。まあ、可愛らしい。はい、ということでですね、まあもう先ほど一番最初に見たこちらの子ね、京子町一番子ちゃんたちがですね、まあついに大きさも2桁台になりまして、まあこれからね、まあどんな感じになっていくか、どんな場面がやってくるかね、まあ面白い感じになってくるんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日はですね、まあ日記を初っ端ということで、第二養魚場様子ね、ずらずらずらっとね、ご覧いただきました。またですね、この中にも、あっちの池にもね、注文魚ちょっと出てきておりますので、またご紹介の方させていただきたいと思います。それでは皆さん、また明日。はい、
本日7月7日日曜日。さあ今日も張り切って日曜行ってみましょう。さて今日はですね、キコ店長ミニカオクアショップから日曜法をね、始めていくんですけども、はい、今日のお題はドドン、アンテタイガーヒルの掘り出し作業をやっていきたいと思います。どんどんパッパフー。さてそれじゃあね、アンタイウスオクワガタね、タイガーヒルなんですけども、まあ前ね、キングヤさん日記で、ブリードするときでセット組んだとき、卵ちゃんが取れた言ったときね、全部記録取ってありましてね、まあざっくりなんですけども、こちらね、タイガーヒル、今年の6月の5日水曜日ブリード開始しまして、で、6月の12日の水曜日、卵ちゃんがあったでって言って店長ね、わー喜んでねしとったんですけども、あれからだいたいね1ヶ月経ちまして、ちょうど掘り出すにね、いい具合の、まあ、初に栄養中ということで、1センチちょっと超えてきたんですね。はい。ほんで、まあ、ちょっとね、ご覧いただきたいんですけども、ほら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 、ここにおりますでしょ？ 2 頭ぐらいおる、わかりますかね。はい。で、ちょうど、もうジャストな、ね、初にレイちゃんがこう3頭おります。さて、今ご覧いただいた通りですね、バッチリ2レイちゃんになりましたんで、予定通りちょっと掘り出し作業の方やっていきたいと思います。ブンブン。はい、それじゃあね、今からね、掘り出し作業行くんですけども、ちょっとね、もうゼリーあの足場をどけてっていうのはちょっと省きました。時間長くなりますので。はい、それではね、行きますよ、行きますよ、行きますよ。さあ、幼虫、なんと出てくるか。店長、楽しみです。行くぞ。よいしょ。よいしょ。おー、そこの方にも幼虫ちゃんがおるぞ。はい、よいしょー。パンパラパンパンパンパーン。おー、ボコボコ。あー、幼虫ちゃん、これ。まあまあいけてるんじゃない、いけてるんじゃないって、また土出したとこやんって言うんですけど、こういうね、角にもおってはいけません。ちゃん確認しますね。こっちの角にはおらんかな、こっちの角にはおらんね。はい、それではですね、ちょっとカメラアップにしましょうか。はい、それでは、カメラの方バッチリです。もうすでにこう角にね、幼虫ちゃんがおります。まずはそしたら1頭目といきたいと思います。はい、第1号は君だ。よいしょよいしょよいしょ、コンコンコン。はい、まあ可愛らしい、ご覧ください、幼虫ちゃん第1号でございます。はい、とっても可愛い小さい二齢幼虫ちゃんでございます。もうちっさくてね、ピントがなかなか合いませんまあいろいろありますけどね、まずは一頭目ということで待っててね。はい、1匹目。あとこれ全部卵か、ここにあの 1,2,3,4,5,6,7,8 と卵ちゃんのところは、ここも卵、あ、ちょっと、はいはい、メスちゃんの方もですね、まだまだ状態バッチリですね。はい、まだブリードもいけそうな感じです。力強さもあります。はい、そしたらメスちゃんをお部屋に入れてあげて、さあ幼虫とか卵取りましょうか。よいしょ。はあ、卵ちゃん1個、はい、出てきました。ちょっとどんどん行きましょうか、じゃないとすごい動画の尺が長くなってしまう。健康な卵ちゃんが、よいしょ、あ、卵ちゃん出てきております。はい、卵ちゃん、うん、お、ここにも卵ちゃん、お、よいしょ。はい、幼虫ちゃん出てきました。幼虫2頭目。お、幼虫ちゃん3頭目でございます。ここにおりますね。よいしょ。まあここはまだまだ小霊ちゃんで、ちっちゃい、とこの底にある卵群を取りましょうか。はい、卵ちゃん出てきました。
たまごちゃん再び。はい、たまごちゃん。たまごちゃん多いな。よいしょ。たまご。たまごちゃん。またまたたまごちゃん。すごい。たまごの横に、たまごがある。双子？そんなことないか。元気なたまごちゃんです。ねえ、茶色くなったりとかしてませんしね。すごい数の卵やわ。あ、ここさっき見えた。あ、これももうそろそろ生まれそうな卵ちゃんです。おお、幼虫ちゃん出てきました。よいしょよいしょ。はい、幼虫ちゃんです。はい、幼虫ちゃん4頭目。はい、ここはまた再び卵ちゃんです。おお、はい、たまごちゃん。ここもたまごちゃんです。めっちゃたまごちゃん。よいしょ。ここもたまごちゃんですね。はい、たまごちゃん。お、あ、幼虫出てきました。はい、幼虫ちゃんが、はい、5頭目です。お、たまごちゃんです。お、たまごちゃんを発見。お、こっちもたまごちゃんや。たまごちゃんです。たまごちゃんめっちゃ多い。再びたまごちゃん。たまごちゃん、めっちゃたまご多い。あ、これもたまごじゃね。よいしょ、たまごちゃんゲッチュー。至るところにたまごちゃんが。お、たまごちゃん発見。お、幼虫ちゃんが出てきた。よっしゃー。はい、幼虫ちゃんです。よいしょ。幼虫ちゃん6頭目。たまごちゃん、たまごちゃん、はい、たまごちゃんです。お、幼虫ちゃん出た。あー、危な。ガリッとするとこやった。はい、幼虫ちゃん7頭目です。お、たまごちゃん。はい、たまごちゃんです。もう何個目かわからないです。お、幼虫ちゃん、幼虫ちゃん、あ、幼虫ちゃん8頭目です。お、幼虫ちゃん発見。幼虫ちゃん9頭目やね。9頭目です。はい、9頭目。はい、それでは第1回目の掘り出し作業できました。それではね、幼虫と卵の数を勘定してみましょう。はい、それではね、今から卵ちゃんの数を勘定するんですけども、指とかでね、一つつまんだりしたらね、潰れてしまいますので、はい、こちらの道具を使っていきたいと思います。これはですね、柔らかピンセットというもので、当店でも販売しております。これちなみにですね、オレンジの方がですね、卵用ということで、で、こっちが幼虫用ですね、緑色が幼虫用になっております。なんで、卵をキャッチね、しっかりキャッチするために、このオレンジ色のね、柔らかピンセットを使っていきたいと思います。はい、まずはですね、はい、卵は全部で26個でございました。はい、そして幼虫がですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、はい、全部合わせてちょうど35になります。はい、いやー、まあ数的に言ったら、まあまあいい方じゃないでしょうか。まだね、あと半分以上は卵ちゃんなんですけども、まあ無事に帰ってくれたら嬉しいですね。はい、ということで、卵ちゃんはね、後で綺麗に、
ね、たまごちゃん用のお家を作ってあげるんですけどね、まあ、剥き出しちゃったら乾きますので、一回とりあえずマットを敷いてね、今おります。で、幼虫ちゃんは今マットのプリカップにおるんですけども、また菌糸のね、プリンカップ用意して、そちらの方にまた近々ね、お引越しさせてあげようかなと思っております。で、メスちゃんはね、まだまだ状態も良かったですし、まあ、ゼリーもよく食べるということで、もう一回ブリードの方行ってみようと思います。そしてまだ話続きますけど、今回ね、たくさん取れたマットをまた再利用して、同じようにね、取れたらなと思って、まあ、そこら辺はね、また違う日にやっていこうかなと思いますしね。はい。全く取れへんかったりね、卵をコロンコロンとかね、幼虫ボロンボロンやったらどうしようと思ってましたけど、まあまあ、普通にね、取れてよかったかなと思っております。はい、ということで今日はですね、アンテタイガーヒルちゃんの掘り出し作業でございました。またね、他欠けてる、まあ、老人ちゃんもね、幼虫帰っておりますので、近々ね、開けていこうかなと思っております。あとね、第二幼虫のカブトムシちゃんらもね、ちょっと気になるところなんでね、また見に行こうかなとかって思ったりもしております。はい、というわけで今日の日記は以上になります。それでは皆さん、また明日。今日は7月7日七夕やったねいい七夕になりました。はい、本日7月8日月曜日。さて今日はですね、注目の一羽ということで、まだね、池ちょっと見てたらね、あ、ここちょっと行ってみようかなっていう子がおりましたので、今日はそちらの子を紹介したいと思います。その注目魚はこの子だ。どうぞー、自家産卵球強行地。はい、こちらの子はですね、今も言いましたけども、自家産卵中京子あちゃんでね、いつも言って3月15日生まれの、今日でね、今日で114日でございます。一瞬意識が飛びましたけど戻ってきましたまあそしてですね、114日目でこの子ね、サイズ先ほど測ったね、もう約10センチ、もう10センチ届くサイズになっております。はい、そしたらですね、まあ私ね、今まで動画出してまして、もう注目魚言うたら、もうここを見てくれとか、もうこの子はもう当歳に咲く、あ、2歳親にええんちゃうかとか、こうなんかね言ってきたんですけども、今ここにおる京こまちちゃんはですね、私見てて、このこれから花が咲く、しかしその花が咲く時期、タイミングっていうのはいつガーッと来るかがちょっとわからない。もしかしたらこのまんまもう殻にこもってしまうかもしれんけどもっていう、このね、いつ化けるかわからない子、そう、原石ちゃんなんですよ。それじゃあね、どこが原石ちゃんなのかっていうのをですね、頭先からお先までずらずらずらっとご紹介。はい、そしたらね、はい、まずは頭ね、頭付きからということでね、こう皆さん見てください。胴幅に対してね、頭付きしっかりしておりましてね、骨ね、このね、顔ね、頭さっき見てください、ふんたんもね、かわいらしいポコポコ出てるでしょ。これがね、もうすでにプリプリと出てて、これが4段ふんたんになって、もうちょっとプリッとしてきたらね、また見違えてくるんじゃないでしょうかね。ほんで、このね、可愛らしい目、クリクリとちっちゃい目がついててね、ほんで胴幅に対してこういう目幅あるね、こうでして、これがね、こう一番くっとこの頭付き、ええ子やな思うんですよ。そしてね、今言いましたけど、このね、胴作り、これパッと皆さん見たら、こんだけふっくらしとったらね、あれ、これはちょっと中層短い魚かなと思われるかもしれないですけども、いやいや、この子は実はね、長手なんですよ。これね、私が、何回か前の金魚屋さん日記の時に、こう今までね、ちっちゃい時やったらこう縦に伸ばして幅つけて、縦に伸ばして腹つけてやってましたけども、これからこの腹の抱えで、このちょっとふっくらしたところをつけるねんって言うて、魚ね、しっかり飼育して餌やってって言うて、腹のこの抱えがようなった姿がこの子なんですよ。いや、もう本当にね、この子ね、今ね、こうやってしっかりして腹ついてますけども、ちょうどね、色変わった時ぐらいに、
ちょっとね、前言うたんやったら筒がこうちょっとニョキって伸びたような感じやったんでしょ。ほんでそれに対してちょっとバランスが崩れて音がウィーってなっとったんですけども、ほんまにね、これよう持ち直したなって自分でもね思ってて、もうちょっとね胸をこう撫で下ろしておりさ、あーよかったなんとかなったと思ってね。まあそんなことでね、こう絶妙にもう妙な感じになっとったんですけども、まあなんとかって言ってね、ほんでね、この子ね、もう背横見たっていうか、ほらめっちゃ綺麗でしょ。ピヤー来てここバシッ止まってて、でこの角度、お尻の角度もこれめっちゃ最高で、これがほんまにね、あここもうちょっと頑張ってみようっていうほんま最大のもうポイントやったんですよ。もう一丁そのね横もですし、ここ火事見てやってください。もう一回ごめんよ、こういきますよ。ほら見て、まあまっすぐ、ほら綺麗について、これですよ。ありがとう。やっぱりね、この舵がまっすぐピシー揃ってんのはね、やっぱ泳ぎが上手やっていうのは証拠ですね。これはね、もうこの子もはっきり言いますけど、もうまさに未完の大器有効じゃないですかね。まあね、ほんと今ね、ずらずらずら言いましたけども、まあこの子、まあもしかしたらね、最初言ったみたいにこうなんか花咲かんというかもしれないですけども、まあそれをね、まああれ置いといて、でもこれはちょっとしっかりね、卵中飼育やっていって、まあこの子花咲かしてみたいな、頑張りたいなっていうね、一応じゃないでしょうか。さて今日はですね、自分の魚を褒めちぎったところで、まあ今日の日記は終わりたいと思います。さあそれじゃあね、このこれから先楽しみな子を見ながら今日のお話終わりたいと思います。それでは皆さん、また明日。はい、本日7月9日火曜日。さあさて今日もですね、まあちょっと注目魚ということで、あっこにおった子ですね、これはちょっと見たってーなっていうような子がおりましたんで、今日はそちらの子を見ていきたいと思います。それがこの子だ。自家産卵中強化時、4月15日生まれの子だー、どりゃー。はい、それじゃあね、ここ皆さんパッと見てくださいね。ここね、もうどうですか、ちょっとね中寸ボディで小可愛らしいね魚になっております。まあそしてですね、まあこの子メンジロちゃんでね、まあちょっとね可愛いね、こうペン刺してて、ほんで両手ビリビリ入ってね、胴の方もまあ赤がしっかり入っててね、まあおしゃれなね感じの柄気になっております。まあそれじゃあね、パッと見の雰囲気見ていただきましたし、それじゃあいつものようにね、頭先からお先までザザザッとご紹介。まあそしたらね、まあ頭からということで、まあここね目先ね、こうちょっとよう見てもうたらね、まあちょっと白なんでね分かりづらいと思うんですけども、もうね粉炭先っちょがね、こうほっぺたがもうポコポコと出とんですよね。またいつもの話じゃないですけど、声からそこがムチムチ出てきてね、で紅刺してって言ったら、もうそれ可愛らしい顔になるんちゃうか、今もね期待してる子ですね。まあもうご覧の通り胴幅もまあしっかりしておりましてね、まあ小可愛らしいふっくら卵中ボディの子ですね。まあお腹のねこの下がり具合もね、まあいい感じじゃないでしょうか。この子のアピールポイント、もうさっきここを見てくれるのでちょっとここ紹介してますよ。そこがですね、このお姿、こう皆さんどこやと思いますか、店長がここや言うの。そうです、この斧、ほら抱え見て、ほらこのね、もうちょっとカッとこう上に分かりやすいと、こうカッとこう来とんですよ、抱え言うたらね。まあ今まで紹介したやつではちょっとこうアジサイじゃないわ、朝顔の葉っぱみたいなんとか、まあちょっとこうほわっとして、まあこれからまた張り戻し、いろいろ言ったんですけども、この抱えのある持ってる子っていうのはもう店長めちゃめちゃ好きでね、で私話も長なるんですけども、私が作りたいっていう魚で、うちの丹波ランチェの看板のイラストとかでこうちょっと抱えがある尾を描いてるじゃないですか、このすくって上がってシュッとさ、これがね
もう私一番しびれるほどかっこいい思ってる王なんですよ。それをここは持ってて、もう種にしようか思ってる。そしてね、このカカエのええ魚いうのがですね、本店にもうちの京子ちゃんでおってね、まあこの子で言うたら先生まれてる、まあ言うたらお兄さんになるんですけども、またその子もかっこよってね、こううちのお客さんこの子見立ってくださいよとかってね、ちょっと自慢したりしてるんですよ、自分の作った魚やけど。まあね、今店長ね、自分の京子は自家産あげて、まあこれでアピールポイントはここですよとか、まあこんな絵とかあるでってね言うてるんですけども、これね、私前の、まあ去年か前の動画かなんか言うたことあると思うんですけども、これね、まあ卵中じゃなくてもですね、まあ近所いろんな子おりますよ、もうその子のね、もうあら探し、こうがあかんとか、ここが傷やったか、これはもうこうや、ああや言うて、もうそんなん、まあちょっと卵中とか金魚やってたら誰でもできます。おしんが傾いてた、おまくれがクソとか言うてね、そんなこと誰でも分かる。しかしね、やっぱりこれはこうやけども、これはええとこやで、あ、みんな見てや、この子この前こんなんやけええとこ見せてきた、これはええ系統のええとこ引いてるわとか、やっぱりいいところ、ええところを探してやるっていうのは、私卵中見てるのはこれめちゃめちゃ大事や思って、今日もこういう子やけどもここがすごいんやでって言ってね、ええとこ見てやる、もう絶対それやと思ってます。まあこれはね、まあ、店長いつでも思ってるんですけども、まあ有名な品評会、まあ、ローカル中井でもいいですやんか、まあそこのね、今日もう花の東大関ですよって、東大関でもですよ、まあケチつけよう思ったらケチつけれるんですよね。せやけども、ほんまに卵中上手な人っていうのはケチつけるんやしに、あ、この魚こんなええとこあるやん、あ、どこどこの系統の、あ、ほんなあれのええとこ見せてるわとか言って、ほんなこれを種にしようとか、あ、今こんな傷やけどこのぐらいだ直せんなとか言うて、もう未来見てはんじゃん。ですからその先を見据えてることができる人っていうのが本当の卵中のプロやと思ってますしね、あ、店長がプロや言うてんちゃいますよ、まあ、そういう風な見方をするっていうのは一番いいんちゃうかなと思っております。まあね、ちょっと熱くも語りますけども、まあほんまにね、卵中の傷や毛ってもう何癖つけるなんてほんま誰でもできますけども、今後のええとこ見てやって、あ、今度はここを直してもうちょっとええとこ行ったろうとか、これをまた種にして2代目3代目にこんなん作んねんでって言って、このね、楽しい未来が広がってるっていう方が、まあ卵中飼育やっとって、まあ、楽しくて面白いんちゃうかなとね、ほんま思います。それじゃあね、店長の卵中講釈はそこら辺に置いといて、今後可愛い姿をご覧いただいて、今日はお開きとさせていただきたいと思います。それでは皆さん、また明日。はい、本日7月10日水曜日、さあ今日も愛知県に今日行ってみましょう。まあほんまにね、これね、私もう毎日池見とってね、大本店でも大乳場のね、卵中ラジオこうじーっと見とってって言ったら、お、この魚とこっちの魚と来年かけたらこんな面白いものができるんちゃうかなとかね、まあいうところの今年やってきてくれたこの和歌山軍団とか、まあ京子町でもね、まあ系統2パターンあったりとかして、まあそういうね、まあ未来っていうほどあれじゃないですけども、来年こんな感じにしていこうとかっていうね、ほんまそういう話題がもう溢れてくる時期になっております。まあそしてですね、まああの今言うた種ということで、今ね、まあちょっと魚がーっと見とって、あ、今後はちょっといいんじゃないかなっていう子をね、ポペット拾ったんでね、ちょっとご覧いただきたいと思います。ちょっと泳がしてる父さんたちね、ちょっと見ていきましょうということで、こちらです。じゃん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 。はい、それじゃあね、こちらのね、ちょっとこの、はい、私の指のね、さっきをパーッと泳いでる子がね、名門和歌山軍団の和歌山ちゃんでございましてね、はい、ここですよ。ほんで、ね、こっちの、こう今このどんつきおるこの子がですね、はい、うちの京子まちゃんなんですけどね、お父さんじゃない、お母さんね、千葉なんですけど、その千葉に、めちゃくちゃ千葉のええとこ出てるよって。ほんでね、この、こっちの子と、で、もう一匹ね、これ紅さしてる、で、日の丸柄みたいな子が、うちのこれも京子まちなんですけども、これね、うちの、去年の、まあ、トップ飾ったね、子が岡山の地位引いてるんで、その岡山ええとこ
ね、岡山にの今日怖いちゃんたちなんですね。まあ今こうやってね、まあ、ざっくりですけどね、今言うたんですけども、まあこの子たちの、まあ、お父さんでもお母さんでも、まあそれのおじいちゃんでもそうなんですけども、ほんまにね、その系統のええとこ出てるコーラなんですよね。そしてですね、まあ私こうやってね、まあ今見とったんですけども、こういう洗面器ね、かわいらしい今年の東西じゃねえ、パラパラと泳いどったらね、こうふと思い出すんですよ。そう、夏の研究会の時のね、あの分譲魚ね、もうペットショップとかそこら辺のね、君屋さんとそう売ってないでしょ。もう先生らが連れてきてはる、もう名門名血統魚がもうパーッと並んでるでしょ。ね、あの洗面器に通ったらばー並んでて、ね、皆さん欲しいやつどれにしようかなー言うてね、自分のちっちゃいメモ用紙のこう端っけみたいなのね、洗面器ベベベ入れて、でほんならもう始まってって、3000円5000円って何1万円3万円って大どうぞみたいなね、ほんまその活気づいてる時のね、まあ、思い出とか風景がね、こうパッと思い出てきますね。研究会いうもええもんでね、ほんまにあのランチ中の勉強する場所でもありますし、まあそうやってね、あ、ちょっと先生の餌が欲しいなって言ってね、そういう名血統魚を手に入れるチャンスがね、来るっていうのでね、もう私ももう子供の時も楽しみにね、見に取りました。さっき言ったみたいに、まあ、ほんまに素晴らしい先生ら来られてっていうのがありましてね、ほんでそのね、まあ、ランチ中のプロスペシャリストの方らがこのサイズまで魚を大きくするっていうことは何かええことあるんですよ。まあ先生らはやっぱりね、品評会、秋の本大会やっぱりナンバーワン目指して東取りに行きますよ、言うと取りに行きますよって、それが先生らなんですけども、でもここまでこのサイズまで作るって、やっぱりね、もうめちゃくちゃ真剣に買わな無理ですし、ほんならもう私らもパッて魚見たら、あ、この先生はここまでか、ほんならなんか系統的にいいんちゃうかとか、兄弟がもっとこんなんちゃうんかとかね、なんかええことあるわ思って掴みに行くんですよね。まあちょっとね、あの話も脱線しましたけども、まあほんまにあの皆さんもですね、まあちょっとしたね、いいもん折れへんかなとか、こうどんな魚がいいんやろっていう時はですね、まあお近くのこうランチ中の品評会、まあ研究会シーズン真っ盛りのこの時期にですね、ちょっと覗きに行かれてはいかがでしょうか。さあ今日もですね、店長もランチ中のね、本社高校一発ぶちかましておきましたんでね、まあもう今日はね、そろそろこの辺でね、お開きの方にさせていただきたいと思います。では、可愛らしい東西たちをご覧いただいて、今日のところは以上になります。それでは皆さん、また明日。はい、本日7月11日木曜日。さて今日はですね、店長またまた京都丹波ランチ飛び出しましてね、はい、今、はい、こちらです、錦サービスエリアに来ておりましてね、店長今日どこ行くんやって、そうです、私今から伊丹のバイクショップへですね、突撃していきたいと思います。さっきね、美味しい黒豆パンを食べてエンジン全開で行ってきたいと思います。次に行く前に錦サービスエリア内へ、先ほど言いました名物の黒豆パンの販売場所を見に行きましょう。お土産が売っているところにありますよ。店長ここに来たら必ず食べてますわら、そのくらい美味しいのでリピートしてます。ここです、ここです。こちらが錦名物黒豆パン。他にも美味しそうなデザートなども売ってありますよ。はい、錦サービスエリアの名物黒豆パン、圧倒的一番人気ということで早速買ってきました。それでは実食いただきます。上品な甘さで大変美味しゅうございます。これもうちょっと担いちゃいます。最高、うん、さあそれでは行くぞ。次は赤松パーキングエリアへ。ここも店長必ずと言っていいほど食べる美味しいものがあるんです。は
い、お次はですね、赤松パーキングエリアにやってきました。どしゃどしゃー。はい、そしてですね、ここの赤松を名物といったらこれだ、バヒー赤松コロッケーということでね、店長もおいしい、絶対このコロッケ食べるんでね、ちょっといただきたいと思います。それでは赤松コロッケいただきたいと思います。よいしょ、わー久しぶり、いただきます。この味、この味、うん、サクサクジューシー、おいしい、最高です。店長の必殺もぐもぐタイムもそこそこに、目的のバイク店へ行きます。ハーレーダビッドソンプラザ伊丹さんにやってきました。以前からハーレーダビッドソンプラザ伊丹さんの YouTube の動画を拝見しており、一度行ってみたくお邪魔させていただきました。店内には数々のかっこいいバイクがずらりと並んでいました。実際にまたがってみたり、外見を見てみたかった車両が多くあり、短い時間でしたがとても充実した時間が過ごせました。そして車両だけでなく、ハーレーグッズも充実。なんといってもスタッフさんが親切丁寧に対応してくださいました。バイク探しのアドバイスもいただきました。とても勉強になりました。また次もこちらのお店に行きたいと思います。とても楽しかったです。ありがとうございました。次のバイクショップへ。それはこちら、バイクワールド伊丹店。階段を上るとそこにはものすごい数のバイクたちがお出迎え。これは見てるだけでもワクワクが止まりません。国産車両、外国車両の出会いたかった車両があちこちに、バイク熱が爆上がりでした。またゆっくり見に来ます。さーて、お店に帰る前にお土産とご飯食べに西宮ラジオに来ました。寛兵衛さんの味噌カツ丼セットを注文。すごい、猫ちゃんロボットが配膳してきた。おーおー、机にぶつかることなく、こぼすことなく、素晴らしい、ハイテクですね。わあ、とっても美味しそうです。ボリューム満点、いただきます。ジューシーでサクサク、コクのあるお味噌でご飯が進みました。あっという間にペロリ、美味しかったです。ごちそうさまでした。あとは、お土産にお菓子やたこ焼きを買って帰りました。今日は、念願のバイク探しに伊丹へ来れてよかったです。楽しかった。それでは、また明日。はい、本日7月12日、金曜日。さあ、今日私が来ているのはこちらです。ダダン！春日自動車教習所でございまーす。来たさて、そしたらですね、なんで今日店長、教習所に来てるんやということなんですけども、いや皆さんね、実は私ね、まあ、ハーレー大型のね、こうバイクの横へこうドリャーやってね、生きてたんですけどね、生きり散らかしておりました。しかしね、実のところなんですけども、店長、中型バイクね、 400cc は乗れるんですけど、大型の免許は持ってなかったんですよ。ですからこう記念写真は撮れるけど、乗って分はいけないということで、今日からですね、はい、大型免許取得のためにこちらにやってきておりますということでございます。さあ、そしてですね、まあここのね、春日自動車教習所さんでね、まあちょっとお世話になるんですけども、どんな感じに店長スムーズに行くのか、はたまたうわやらかしたドヒャーってなるのか、それは私も分かりません。まあとにかくですね、一生懸命頑張って大型免許取っていきたいと思います。
さて今日はですねちょっと日記予報手短ですけども、店長の大型バイク取得の第1ページ目ということでね、始まりましたというねお話でございました。本当に頑張っていきますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。店長頑張ります。それでは皆さんまた明日。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今週はね、いろいろありましたけどね、やっぱこう、伊丹にね、実際にバイクを見に行ってですね、行きたかったハーレーダビッドソンプラザ伊丹さんにね、行けて本当に良かったです。ドキドキ、ね、しながら、ちょっと緊張しながらね、来店させていただいたんですけども、本当にね、接客の方も大変親切丁寧で楽しかったです。またね、お邪魔させていただきたいと思います。はい、店長もそしてですね大型バイクを取得に向けて一生懸命頑張っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではこの動画良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録するとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。次回の金曜日の日記もお楽しみに。みんな見てね。